薬をなくす顧問薬剤師伊庭聡です。今日は花粉症のお薬について紹介します。花粉症シーズンになるとつい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 お薬で抑えてしまう人いるんじゃないでしょうか。鼻水や涙、非常にしんどいですよね。でもあれ気軽に使うと非常に危険なんです。例えば CM とかでもやってる有名なアレグラ、ね、有名な有名人が CM してるあのアレグラ、あれですね、飲むとなんと不整脈が出ることがあるんです。非常に怖い副作用、ひどいと病院に運ばれることがあります。また過去販売中止になった市販薬の中にはアレルギーを抑えるお薬でなんと不整脈が出て死んでしまったということもあります。非常に怖い副作用を持っているアレルギー症状を抑えるお薬、気軽に使ってはいけないんです。今日の動画いいなと思った方はいい評価やコメントで応援ください。また次の動画で会いましょう。